払いお疲れ様。おかげでこっちも認証がパスできそうよ。それなら先を急ごう。即席の変装じゃそう何度もやり過ごせないからな。サンクレットさん、あなたが手を貸してくれて本当に助かるわ。前から噂は聞いていたけど、正直別人を見ている気分よ。こんなにも頼もしいのは例のサバイバル生活の賜物かしら。それともミンフィリアを強く思っているから。今する話じゃないと思うが。いいえ、意思の確認は大切よ。ここから先はもっと危険な場所なんだから。後で侵入したことを後悔されても困ってしまうし。さすがはアルフィノ様の先輩、とんだくせ者だよ。確かにミンフィリアは何にも変えがたい大事な人だ。だがおそらく君が想像しているような関係じゃない。15年前、俺の油断と甘さがミンフィリアの父親の命を奪った。だから最初は贖罪のつもりで助けてやろうと思ったんだ。けれども成長した彼女が自らの力を他人のために使おうとしている姿を見て、純粋に協力したいと思うようになった。ミンフィリアに心を動かされたのは俺だけじゃない。俺の恩師であるルイゾワのじいさんや暁の仲間たちも彼女に未来をかけていた。それもあってかな、ミンフィリアは俺にとって一番尊い希望になっていたんだ。彼女の目指す夢だけは何としても叶えてやりたい。なるほど、あの子はとても大事に思われているのね。試すようなことを言ってごめんなさい。構わないさ。しかし君の方こそどうなんだ。ただの協力者にしては危ない橋を渡っていると思うが。あら、知らなかった？私とミンフィリアって大の親友なのよ。バルトーが襲撃され私が眠り続けていた時、彼女は何度も本部と連絡を取って身を案じてくれていた。だから今度は私の番。彼女を探すためならどんな危険もへっちゃらよ。では行こう。ハイデリンの干渉の痕跡について調べればきっとミンフィリアの手がかりにたどり着くさ。